この新町の。その筋、何やったの、何筋、四つ橋筋で大和ハウス、ここを仮設、ここに駐車場があるんで、ここにエレベーターがあります。ここの地下2階に四つ橋ゴルフカフェがあります。よろしくお願いします。わお、社長さんですか。行動店のオーナーさんですか。違うんですか。おいくつなんですかね。え？49です。あ、その若く見えますね。店長嘘ついてます。店長が嘘つきですね。何を言ってんの。店長かよさんですよね。でも中身は、うん、あの石原さとみなんです、ね。店長かよさんですよね。内密のやつ。あ、今着ぐるみ着てるんですよね。そうなんです、チャックがここに。そうですよね。土日だけ。でこれしおりさん、インスタで4万人。アンミさん、そんな感じでね、四つ橋ゴルフカフェ、そうです。と曜日によってこの受付の女の子たちが入れ替わり立ち替わりという感じですか。そうです。まあ、常に店長さんがいてるんですよね。店長は、いや、常に俺。先輩最初でそれ無理よ。なるほど、ゴルフカフェ四つ橋です。行きましょう。あ、これ。かわいい。どう？コーチが振ってくれます。心理コーチが。関西女子学生オープン3連覇。あー、綺麗わ。軽いな。え、柔らかいね。めっちゃ。まっすぐ。あー、綺麗。めっすぐ。綺麗。これあの足であれセッティングするやん。やっぱあれはできるね。下半身がしっかりしてるね。心理コーチ。あー、綺麗。綺麗わ。ええドローボール。それはお前より何回か回ってますけど、そんなもんパープルできます。そりゃそうやろ。焼き鳥屋のおっちゃんみたいなこと言う。え？綺麗。あれ？あー、綺麗。お前やな。焼き鳥屋のおっさん。あー、もう打球がね。いいよ。いいね。今年いいって言ってますよね。あ、そう。やっぱり実際のドライバー自分のでもそんなもんですか。もうちょっと。もうちょっと。なるほど。ああ、そうですね。10年は経てへんと思うけど。心理コーチはいくつなんですか。今ですか。25です。ああ、嘘やな。嘘やったな。ボケが混乱してきた。
雑やで。35です。そやな、はい、ちょうどええ時やね。何がええか分からない。何がええか分からない。巻いてますよ。めっちゃ難しいめっちゃ難しい。いや、あー、トップや。グリップ変えられるの？Thank you.
250ヤード。これ聞いた。こんにちは。こんにちは。